ありがとうございます。ただいまご紹介いただきました。えっと、三菱 UFJ リサーチコンサルティングの小林と申します。えっと、今、この瞬間は、今、あの、杉浦さんからも、 えご紹介いただきましたけども、アメリカのちょっとワシントン DC のですね、シンクタンクの方で、客員研究員をさせていただいております。で、あの、日はあの非常に貴重な機会をいただき、どうもありがとうございました。で、あの、本日のですね、あの、シンポジウムのテーマが、実務者ネットワークということなので、えっと、まあ、私、まあ、イギリスとかアメリカとか、あの、e、EBPM の動向を調べる機会をいただくことが、まあ、よくあるんですけれども、その特に、まあ、実務者ネットワークなので、まあ、この、海外がやってる実務の話と、ま、あ 日本の実務の話をこう少し照らし合わせた時に、まあ今後どんな方向がま見えてくるのかっていうのをですね。少しえっと概要をお話しできればと思っています。で、今日ちょっとこうちっちゃく書いてるんですけども、あのいくつか私が今まで書いてきたものとか、これから間もなく、えっ、ー、と利益から出ていくようなものの論文ですねが、あのメインになってますので、あのより詳しく知りたいという方はそちらをご覧いただければと思います。 も自己紹介とかも非常に簡単でちなみにこれがまあリエティの研究プロジェクトの成果として出させていただいた本ですけれどもこの中にもイギリスの話アメリカの話書かれてますのであのこちらもですね、えっと、今日はベースにしながらお話しますので、まあ、よろしければ見ていただければと思います。 で、あの、私あ簡単に、あの、自己紹介だけさせていただくと、あの、所属は今申し上げたとおりですが、まあ、あの、一時、計算省とか、リエティとかで働かせていただいたこともあったりとか、まあ、今現在はですね、あの、この EBPM のための、まあ、データ分析とか推進支援とか、まあ、海外の動向調査、そんなようなことをやっているという立場でございます。で、今日ですね、あの、富浦所長からも最初ありましたけれども、えー、まあ、日本のまず、まあ、問題意識としてはですね、まあ、日本の EBPM は、まあ、 あいつから始まったかっていうのは定義は難しいですが、まあ2016年とか17年ぐらいからいろいろな取り組みが始まってきていると思うんですが、まあいろいろこう推進委会ができたり、政策立案創作総括審議官が設置されたり、行政事業レビューに対して EBPM が導入されたりという形で、こういろいろあの取り組みがこう進んできているということかなというふうに思っています。ただまあ同時にあの課題も見えてきているということで、本当にじゃあ今やっている EBPM というのが、まあ私たちの政策の改善とか、もっと言えば暮らしの改善にどれぐらいつながっているのかどうか そういうよういいいよな疑問を提出声もててきていると思いますでそうした中でもちろんアメリカイギリスが別に万々歳なわけではないんですが一つの比較のベンチマークとして見た時に日本で何が欠けていてどこら辺をこれからやっていく必要があるのかっていうのをですね今日お話私なりにできればなというふうに思っています。 で、今日のご報告の流れとしては、ということなので、まずイギリスの EBPM、アメリカの EBPM、それぞれについて、えー、おおよそどんな形で展開してきて、どういう基本骨格があって、まあ、最近足元でどんなことが行われているのか、といったことをですね、アメリカ、イギリス、アメリカの順にお話しした後にですね、それと日本を付き合わせたときに、まあ、日本の EBPM の現在地をどういうふうに位置づけられるのか、そして、じゃどこに次に取り組むべき、 課題があるのか、そういったことを、えっ、ー、と、私なりの今の指論としてですね、えっ、ー、と、ご紹介して、最後まとめという形で進んでいきたいと思います。えっ、ー、と、何でも、あの、ご質問いただければできれば、最後、あの、時間を取りたいと思いますので、あの、えっ、ー、と、何でもいただければというふうに思います。で、えっ、ー、と、時間も限られてますので、早速いきたいと思うんですが、まず、あの、イギリスの EBPM ということです。で、あの、このあたりも、あの、先ほど申し上げた、あの、今まで出してきた論文のところから、かなり追っていますが、えー、まず、まあ、 あイギリスの話をさせていただきます、まあ。イギリスでもちょっと選挙が終わったところではありますが、イギリスの EBPM の出発点をどこにするか、まあ、これも本当に、えっと、定義次第で何とでもなるんですが、まあ、あの現場でお話を聞くとですね、まあ、ブレア政権からこういう取り組みが始まったと言われることが多いかなと思っています。でブレア政権1997年にできていますが、モダライジンガバメントという白書をですね、99年に出して、まあ、その中でですね、えっと、政策立案の中にエビデンスとかリサーチを、まあ、ベ,ベターユースですね、よりよ よく使って、えー、政策をあの長期的なゴールに、えー、届くように実現するということが謳われています。 で、その、まさにこのモダナイジングしていく。より良い政策を実現していく。それにリサーチとかエビデンスを使っていくということが謳われたと。で、それを受けてですね、2003年に、これと後で詳細もうちょっとお話しますが、グリーンブックという、イギリスの政策のですね、事前事後評価のガイダンスをが大幅に国会の改定されて、そのモダナイズガバメントの思想が入ってきているということです。で、これはちょっとあの、後ほどもう少し詳し細かくご説明いたします。で、これ、まあ、 こういったモダナイズングガバメントがあって、もう一つ、まあ、えー、ブレア政権が政策を効率化するために入れた取り組みというのが、えっ、ー、と、業績マネージメントと呼ばれるものです。で、これはまあ、簡単に言えば、まあ、目標を設定して、そのまあ、KPI みたいなのも設定して、それに対してきちんと進捗しているかどうかをまあ、管理していくっていうようなですね、そんなようなやり方なんですが、イギリスは基本的に、えっ、ー、と、数年に1回、スペンディングレビューとか、もしくはコンプリヘンシブスペンディングレビューと呼ばれるような、まあ、歳出見直し、フォーカス歳 質見直しとしうものが、こういうふうに98年、2000年、2000年って行われているんですが、その度に、えっ、ー、と、この、 ここでは PSA と書いてますが、まあ公共サービス合意というふうに書いてますが、まあ財務省と各省が、どういうふうにこれから、まあ目標を達成するのか、そのための指標は何なのか、ゴールは何なのかということをですね、設定して合理して管理していくっていうのをブレア政権で始めたということです。なのでまあかなり、まあなんていうか目標を設定して管理するというようなことをブレア政権で政策の効率化の道具として入れてきたということです。で、これはその後に、えっと、まあブラウン政権、キャメロン政権と、まあ 形を変えながらも似たような枠組みが出てきているということになります。ただですね、いくつかその中で変遷があるというのが、ま、一つ重要な点でして、何が重要か、ちょっとこれ細かくは、あの、ご説明は必ずしもしませんが、ブレア政権の時はですね、例えばこの指標というのをたくさん設定して、まあ、KPI をたくさん設定してゴールを設定するということをやっていたんですが、 えー、そこからですね、徐々に、まあ、目標としているような指標とか、その指標によるガチガチな管理というのは、徐々に緩和されていったと。まあ、あの、そもそも合意とか指標の数がどんどん減っていくとか、インプット指標とかインパクト指標で捉えるものが減っていく。まあ、よりですね、 え、まあ、あの、現場とか各省庁の責任に任せるような形で取り組みが進んでいると。つまり、業績マネジメントとして指標を管理して、ま、あの、ガチガチやっていくところから、なかなかそれだけだと副作用も多かったので、え、徐々にですね、その、緩んできたというのがですね、大きな流れかなと思っています。で、こうした、ま、業績マネジメント型政策の、ま、成果と課題ということなんですが、 えー、せ、あの、指標を設定して、まあ、それに対して、それをちゃんと達成しなさいというふうに、あの、コミットメントをすることなので、まあ、成果志向というのが、あの、導入されたと、浸透したというのがメリットになってきていたりとか、あ各省が目的を共有して政策を行える。まあ、そんなようなことはあるわけですが、同時に、まあ、課題としては、本質的な改革ではなくて、目標の達成を重視しすぎてしまったとか、あとは、その、まあ、アウトカムとかを設定したとしても、 それ政策の以外の要因がアウトカムに当然影響を与えることがあるわけなので、政府の統制の外でアウトカムが動いてしまうと、結局それ政府がどれだけ頑張ってもアウトカムが良くなるかわからないということになったりとか、柔軟性がないとか、作業、書類作成の事務負担、指標を取って管理してみたいなことがとても大変になる。というのはですね、外形上のまあ取り組みが非常に進んでしまったというのが、同時に課題としてあるというのが、一つ、イギリスのこのブレア政権以降で行われた一つの重要な もう一つ、その、えー、とイギリスの取り組みで重要なのが、先ほど申し上げたグリーンブックと呼ばれる事前評価、自己評価の、えー、とガイダンスになります。で えっと、この左側のロアメフサイクルというのは、このラショネイル、オブジェクティブス、アプレイザル、モニタリング、エバリュエーション、フィードバックのこの6つのですね、頭文字を取ったものですが、まあ、日本的には PDCA サイクルととても似てるんですが、政策をですね、まあ、回していくときのサイクルを示しているものなんですけれども、グリーンブックというのは、その中での事前評価ですね、このアプレイザル、事前評価のとこと、エバリュエーション、事後評価のところに対して、こういうやり方をしましょうということを、 え、国として定めている、まあ、ガイダンスということになります。で、グリーンブックは、まあ、何をやっているかといえば、要はですね、支出だったりとか、規制だったりとかを行うときに、それぞれの支出、もしくは規制がもたらす、えっと、費用便益ですね、を計算して、その費用便益に基づいて、 えー、政策の可否を判断するための、まあ、ガイドブックということになっています。で、具体的に、じゃあ、特にこの、先ほど申し上げたように、事前評価と事後評価のガイドブックではある、ガイダンスであるんですけれども、グリーンブックが特に重点を置いているのは、この事前の評価、つまり政策を立案するときの評価の、に使っているのがグリーンブックということになります。で、どういう点を見ているかというとですね、ここも、あの、細かくは、あの、あまりご説明しないんですけれども、 え、イギリスでは、まあ、ビジネスケースというのがですね、予算要求をする時の、まあ、予算要求書みたいなものなんですね。各事業ごとの、え、事業計画みたいなものをビジネスケースというふうに呼んでるんですが、そのビジネスケースの中で、まあ、戦略経済、商業、財務、管理というふうに書いてますが、それらの側面を踏まえながら、費用兵器分析をちゃんと求めるということをやるのが、このグリーンブックの枠組みということになっています。なので、 えっと、まあ、日本で EBPM というときに、まあ、それいろんな人がいろんなふうなことを、まあ、イメージされると思うんですが、まあ、例えば一つはその因果推論とか、なんかランダム化比較試験とか、そういうものをですね、イメージされると思うんですけれども、ブレ、スラトンブレア政権で最初にやってきたことは、そういったことというよりは、まずは、費用分液分析が徹底されてきたというのが、ブレア政権ができ、えー、まあ、キャメロン政権ができるぐらいまでのですね、2010年ぐらいまでの大きな流れだった。で、さらに、ま、業績マネジメントの仕組みが入っていった。 これがですね、2つ、ここでまずお伝えしたかった点です。で、次にですね、ここからがき今日のちょっともう少しメインで入ってきたいところなんですが、2010年以降は、その EBPM の取り組みというのが、よりまあ加速されてきたというのが、イギリスの状況になっています。その点をですね、ここからお話をしたいと思います。 で、これはですね、2013年以降の取り組みを、えっ、ー、と、クロノロジーとしてまとめたものになっています。で、これも非常にたくさん取り組みなので、これ一個説明してると時間がなくなってしまうんですが、先ほど申し上げたように、まず90年代以降に行われた、つまり、えっ、ー、と、ブレア政権以降に行われたものというのは、基本的には業績マネジメントと費用便益分析をちゃんとやっていこうという流れだったところに対して、 え、徐々にですね、今日はこのピンクで書いたようなところを、えっと、見ていきたいと思うんですが、要は、まあ、私たちが、ちょ、私たちというか、まあ、誰かわかんないんですが、まあ、 ebpm とかエビデンスといった時に、もう少しこう、最近のイメージに近いような、ま、因果推論とか効果検証みたいなものに対して、取り組みが2013年以降ですね、進んできたということになります。で、えっと、まずこの2013年6月に、えっと、バットワークスセンターというのを作りました。で、これは、あの、後ほど少しだけ細かくご説明します。日本でもかなり、えっと、説明、紹介されるようになってきたんですが、要は、ま、エビデンスを貯めたり提供したりするような、えー、え官民共同機関みたいなものですね。それが2013年 2013年の6月にで、きたとで、えっと、あと2017年には分析ファンクション、これもちょっと後々説明しますが、要はこれはですね、政府の中で分析を担う専門家集団というのをまあ位置づけたというのが2017年です。 で、えっと、2021年にできているのが政策評価タスクオース。これが、まあ今日特にお話したいメインのところですが、えー、それが設立された。で、えっと、直近の去年の11月にはですね、このワットワークセンターができて10年のタイミングで新しいストラテジーというのができている。今日はですね、ちょっとこのピンクのところに塗ったものを中心に、えっと、イギリスの2010年代以降の動向というのをお話ししていきたいと思います。 でまずですね、政府分析ファンクション、ガバメントアナリシスファンクションというのを、えー、と2017年に位置づけています。でこれはですね、もともと,、えー、とイギリスの政府の中にはですね、 エコノミストとかソーシャルリサーチャーとかですね、そういった分析の専門職というのがもともといる、いたわけですね。それをですね、もう少し広げて、オペレーショナルリサーチとか統計とか、ある意味では分析に幅広く関わる専門家をガバメントアナリシスファンクションという、まあなんていうんですかね、包含するネットワークみたいなものとして、 えっと、作ったのが、この2017年ということになります。なので、分析、政府の中の分析専門家集団みたいなものをですね、位置づけたというのが、えっと、このガバメントアナリシスファンクションになります。で、足元では、えっと、2万人弱のですね、えー、人が、このガバメントアナリシスファンクション、えっと、エコノミストだったり、ソーシャルリサーチャーだったり、オペレーショナルリサーチャーだったり、スタティスチャンだったり、という人たちがいるということになっています。 で、この分析ファンクションが担っているというのはですね、例えばこの分析専門家たちの能力開発とか基準の作成、ベストプラクティスの共有だったりとか、えー、キャパシティビルディングのサポート、こういうことをやっているのが、え分析ファンクションの役割になります。なので、このエビデンスをですね、提供する側の機能、能力を政府の中で高めようとしているということです。 で、まあ、それが政府の中で役割を増してきた一つが、まあ、この,この、えー、とグラフなんですけども、これは、えっ、ー、と、ガバメントアナリシスファンクションの中の政府のエコノミストの人数を見てるんですが、まあ、特にこのブレア政権以降ぐらいからだーっと増えてきたんですが、さらに直近ではさらにあの加速するように増えていて、今ではこの3000人ぐらいのですね、エコノミストがまあ政府の中にいるという形になっています。この人たちが、まあ、その分析やあエビデンスの評価といったものを担っているということになります。で、 これが一つ目の大きな流れです。で、もう一つ、えっと、これが特に、えっと、直近2、3年では一番大きな動きだと思うんですが、2021年ですね、エバリュエーションタスクフォース、ETF、日本語後は政策評価タスクフォースと訳してますけれども、えっと、それができています。で、これはですね、まあ、ジョンソン政権の中で政策評価をもう一度ですね、まあ、きちんと政策立案とか、政策サイクルの中に位置づけていこうということで、まあ、政策評価の再活性化を目指すために作られたという,というものになっています。 で、えっと、まあ、この ETF ができた経緯というのは、まあ、ちょっとここに書いてある通りなんですけども、ETF というこのエヴァレーションタスクフォースというのが、まあ、何をやろうとしている組織なのかというのは、むしろ多分この図を見ていただいた方がわかりやすいかなというふうに思っています。で、 エヴァリュエーションタスクフォースというのは何の仕事をしているかというと、まず所属自体はですね、キャビネットオフィス、内閣府に所属しています。ただですね、内閣府とトレジャリ、財務省の共同で管理している組織になっていて、スタッフとしては15名ぐらいの組織なんですけれども、 そこに、え、それぞれですね、えっと、省庁ごとに担当が分かれているような組織になっているんですが、彼らが何をしているかというと、第一にですね、この下に各省とスペンディングティームというのが書いてますが、これ各省っていうのは、日本で言えばその経済産業省とか文部科学省とか厚生労働省みたいなものなんですが、が、え、予算をですね、作るときに、当然日本と同じように予算要求を財務省にするわけですね。で、その予算要求を、 さ、査定するのがスペンディングティーム。まあ日本で言うと主計局ですね。に該当するものになります。で、エバリエーションタスクフォースは何をやっているかというと、主計局に対して、 各省から上がってくる予算とか、その政策に対して、それがちゃんとエビデンスに基づいているのかのチェックをするとか、もしくは必要によっては、えっと、ちゃんとした評価計画を立てるように、まあ、促すといったような機能を、まあ、担っているのが ETF ということです。つまり、財務省では、あの、エバリュエーションとか分析のケイパビリティがあまりないので、ETF というのが、まあ、財、トレジ、スペンディングチームをサポートするものとして、 え、できているということです。で同時にですね、まあ、ETF は各省に対して評価の設計とか分析の助言とかっていうようなことを担うような機能を持っていて、まあ、そういう意味で言うとなんとかこう、雨と鞭を両方持っているような組織。まあ、片方で EBPM ちゃんとやってくださいねということを検索形成の中で言いながら、こうやったらできるよということを同時にこう、コンサルするような組織がま、ETF ということになります。 で、まあ今、ほとんど ETF の,のお話はあの持ち上げたんですが、えっと、ミッションはですね、先ほど申し上げたように、スペンディングチームへの支援とか、各省に対する評価や分析の支援というのが、まあメインの大きなところになっています。で、えっと、まあやってることはですね、まあ結局政策立案の中でエビデンスを求めていくということなんですが、先ほど申し上げたようにですね、えっと、このエバリュエーションタスクフォースというのは、 スペンディングチームをサポートしてるわけですけれども、スペンディングチームにはそれぞれ予算要求が上がってくるわけですね。で、その予算要求というのが、えっと、先ほど申し上げたように、イギリスではビジネスケースというふうに呼ばれる各事業とか施策後の、まあ、なんていうんですかね、予算要求書みたいなものとして上がってくるんですが、エバリエーションタスクフォースが具体的にその予算編成のプロセスで何をやっているかというと、こういった7つの要素を ビジネスケースの中に、えー、中できちんとこの7つの要素が、まあ、ちゃんとできているかどうかをチェックするということをやっています。どういうことかというと、例えば評価対象となる介入や施策がちゃんと定義されているか、えー、アウトカムが定義されているか、 え、その、既存のエビデンスがあるならば、それをきちんと、え、吟味した上で政策が、え、作られているのかどうかとか、ロジックモデルやセオリーオブチェンジがあるのかどうかとか、あとはその評価のアプローチがきちんと、ま、評価設計ができているのかどうか、それに対して予算が取られているのかどうか、そしてその評価が行われるのであれば、それはいつのタイミングでどう使うことを想定しているのか、こういったことをですね、チェックしていくということになります。なので、え、ま、要は、 政策が上がってきたときに、その上がってきた政策が、まあ、エビデンスに基づいているか、既存のエビデンスにから考えて、良い政策だと言えるのかどうかという、そのエビデンスの参照を促す機能と、エビデンスが不十分だったりとか、評価が、さらに評価分析をこれからしていかなければいけない政策や政策の場合であれば、 きちんとその評価の計画とか予算とかその活用するタイミングといったことをちゃんと決めましょうということを促すのが ETF のとても大きなメインの活動ということになっています。で、これに加えて ETF は他にも、まあ、たくさんやってるんですけども、いくつか主要な活動をしておりまして、もう一つやっているのがエバリエーションアクセラレーターファンドという評価加速化ファンドというのを作っています。で、これはですね、 政府の優先政策ですね。まあ、例えば温暖化とか教育とか職業とかレベリングアップとか、まあ、こういったものについて、 え、エビデンスが不足している領域のエビデンスを、まあ、作るための資金ということになります。なので、まあ、エビデンスが不足している領域で、まあ、こんなエビデンスを作りたいということを募集して、それに対してお金をつけて、エビデンスの構築をしていくというようなことも支援しています。なので、予算要求という、まあ,あ、る意味では政策リザーのど真ん中のところに EBPM を入れるということと、まあ、エビデンスの供給を増やすための、その、ファンドを作って、えー、エビデンスの、エビデンス作りを支援しているということをやっています。 で、加えてですね、もう一つやっているのが、えっと、ワットワークセンター。先ほども、あの、2013年にワットワークセンターができたと申し上げたんですけども、このワットワークセンターを、えー、管理しているのも、エバリエーションタスクコース、ETF の業務になっています。で、ワットワークセンターをもう少,あの少しだけご説明をすると、これはですね、まあ、ああ、半々半民のエビデンスの、えー、創出、翻訳、提供機関といった感じだと思うんですけれども、 え、それぞれの政策分野ごとですね、例えば教育とか医療とか経済とか犯罪とか健康とかですね、そういった領域ごとにワットワークセンターができていて、その各ワットワークセンターはこの右にある歯車のように、例えば既存のエビデンスをトランスレート翻訳するとかディセミネート伝えていくとか、それをエビデンスを実装するとか、実際に評価や分析を行うとか、加えてエビデンスを作ってまた統合して伝えていくっていうですね、このサイクルを 回しているのがワワットーークセンターですでそれがまあちょうど10年ぐらい前に作って、徐々に w a、えー、ワットワークセンターの数が増えてきていたんですけれども、えー、エバエーション・タスク・フォースはですね、去年の、えー、暮れにですね、と、えー、ワットワークスネットワーク戦略2023というのを作っています。で、ここでまあとても政策立案に、えー、と関係性が深いところに少し赤線を振っているんですけれども、えー、いくつかいろんな戦略があるんですが、えー、と重要な点としてはですね、 え、政策ニーズにアジャイルに、スピーディーに対応できるようなものをするために、まあ、ワットワークスプログラムメンバーシップ、つまり、ワットワークスの組織までは作らないんだけども、プログラムを作って、政府の政策立案に役に立つようなエビデンスを作っていこうとかですね。あとは、政府の政策に役に立つように、ワットワークスセンターを促していこうとか。場合によっては、ワットワークスセンターの北が、 あの,しのましい数準に達していない場合は、それは、場合によっては、まあ、はい、えっと、さあの、 ハイするようなことまで検討するといったようなあ戦略になっています。で、ここでですね、まあ、な,なぜここら辺が重要なのかというと、ワットワークセンターの一つの特徴というのは、半官半民で作られていて、ある程度こう独立性が高いというのが今までの、えー、特徴で、それはこれからも多分基本的には変わらないんですが、ただその中でも、えー、エバレーションタスクコースができて、政策の中に EBPM をなるべくこうど真ん中に入れていこうという取り組みの中で、まあ、独立機関だったワットワークセンター ターを少しこう政策に近い、もしくは政策に役立つエビデンスを供給するような方向に少しこう誘導し始めているというのが、えっと、アットワークスネットワーク戦略2023の、まあ、意味するところかなというふうに考えています。 で、えっと、ここまでがですね、ちょっとイギリスの話なんですが、ちょっとまとめていくと、まあオバ、あの、えっと、ブレア政権から始まってきて、最初はまあ、費用便益分析とか、業績マネジメントといった形で進んできたのが、徐々に、えー、分析ファンクションという形で、政府内で分析を担える人たちのネットワーク化、エバリエーションタスクフォースという形で、政策リザーのど真ん中に EBP も入れていく。そして、その周辺の、えー、環境としてのワットワークセンターの、えー、より政策、 オリエンティットなものへの近づけ、えー、接近みたいなものがですね、えっと、イギリスの大きな流れかなというふうに思っています。で、ここからはですね、次はちょっとあの、すみません。いろんな情報がわーっとたくさん入ってしまって、えっと、消化フルやったら恐縮ですが、ここからはですね、えっと、アメリカの話に、えっと、移っていきたいと思います。で、アメリカについてもですね、えっと、基本的な骨格、アメリカの EBPM の基本骨格の話と、具体的に何をやっているかっていう話をですね、お話ししていきたいというふうに思います。 で、えっとですね、アメリカもですね、EBPM がいつから始まったのかってのはとても難しい問いで、えっと、まあ、普通に考えると本当は1960年代とか、70年代ぐらいから EBPM の動きっていうのはかなり入ってきてるんですけれども、ちょっと今日はですね、まあ、時間の関係もあるので、 特にこの90年代以降の流れからですね、えっと、少しお話をしていきたいと思います。で、あの、まずですね、90年代以降の流れ、これ、あの、いくつか EBPM に関連する重要なことをですね、えっと、並べている年表なんですけれども、えっと、ここでですね、90年代から2000年代の半ばぐらいまで、えー、少しあの大きな流れとして、特に政策のど真ん中という意味であったのは、この93年にできている GPRA という、Government、Performance and Results Act というですね、まあ 政府の、政府の中で目標を設定して、それを測定して、ちゃんと目標に向かって達成しているかの、その業績管理の枠組みを決める法律というのができて、GPRA Modernization Act, GPRA-MA、アメリカ人はグプラマって呼ぶんですけども、というものが成立して、それがさらに刷新してですね、政府を超えた目標設定とか、政府の中での優先目標みたいなものが設定されるような形で、刷新されたのが大きな流れとしてあります。なぜこれを、まあ 言ってるかというと、これ結構なんかイギリスと似ているということですね。つまり、ブレア政権の時には、えっ、ー、と、業績マネジメント、例えば、あの、い 公共サービス合意といった形で各省に目標を設定してゴールを決めてそれに対してちゃんと進捗していくかチェックしてるっていうところが90年代先に入って徐々に EBPM の動きが政府の真ん中に入ってきたということを申し上げたんですがここは実はかなり似ているということですつまり業績マネジメントの仕組みが先に入ってきていて徐々に例えば教育省の中で EBPM が行われてきたりとかオバマ政権の中でナッジユニットと言われるような行動科学とか信頼 心理学学とか行動経済学を使った EBPM 的なユニットができるみたいなものが個別にできてきて、なので業績マネジメントの仕組みが先に入って、個別の取り組みがポチポチ行われてきていたのが90年代から2014、2015年ぐらいまでのですね、状況という形なのかなと思ってます。ここは一つ、なぜこれを紹介したかというと、ちょっとイギリスと非常に似た動きをしているからということですで。じゃあその より EBPM という意味で、えっと、その本格的な動きができてきたのは、まあ、2010年代の半ばぐらいからということになります。で、えっと、ここ、この後、あの、細かくもう少しご説明していきたいと思うんですけども、2010年代の初め頃に、 まあ、e、EBPM に関する超党派の合意が行われて、2016年には EBPM をかあの考えるための審議会みたいなものができて、でその審議会の提案に基づいて、2019年に法律ができて、そしてその法律に基づいて、今まで活動が続いていっているというのがですね、この直近のアメリカの EBPM の流れになります。じゃあ、そのあたりもう少し詳しく見ていきたいと思うんですが、 えっと、今申し上げたようにですね、えっと、アメリカの EBPM の、えっと、きっかけというのが、まあ、2012年の超党派の合意です。で、えっと、2012年というのは、まあ、オバマ政権なんですけれども、えっと、オバマ政権の、え、20、確か10年か11年だと思うんですけれども、いわゆるオバマケアというですね、 医療保険制度改革が、えっ、ー、と、通っているんですが、その、オバマケアの、えー、オバマケアが通った後の、えー、中間選挙で、民主党は、まあ、あの、オバマ大統領側ですね、は、まあ、負けてですね、議会の多数派を失っていたわけです。で、そうすると、まあ、アメリカはもう、あの、皆さんニュースとかでもご覧かもしれませんけども、まあ、しょっちゅうこう、ガバメントシャットダウン、政府閉鎖の危機に落ちるわけですね、その、えー、予算の債務上限が上がらなければ、もう国債が発行できなくなって、デフォルトするみたいなことを、なんか、まあ、なんか、 一年に何回も繰り返している国なわけですけど、えっと、その当時もですね、まさに政府閉鎖が行われている時にですね、えっと、ポール・ライアンという共和党の下院議長と、パティ・マレイという、えっと、民主党の上院議員が各党の責任者になって、まあ、この政府閉鎖の中で予算の接種をしていたのが2012年になります。で、もちろん民主党と共和党なので、まあ、いろんな意見が対立しながら、まあ、こういろいろ妥協して予算を合意するわけですけど、 彼らが、まあ唯一というか二つぐらい合意したのがですね、いや、まあ共和党も民主党もそれでやりたい政策あるんだけど、そもそもプログラムがちゃんと運営されているのかとかですね、どういうプログラムが効果的なのかとか、アメリカの国民の税金がちゃんと使われているのかってことが全然わかんないよねと。 これわかんなかったら、結局それって、えー、民主党だろうが共和党だろうが問題だよね、とかですね。あとその政府はデータをたくさん集めてはいるけれども、それって結局、えっ、ー、と、政策の役に立ってるんですかってのことがですね、まあ、ここちゃんとやろうっていうことが、このポール・ライアンとパティ・マレーの間で合意されたということです。 その後ですね、少しった時間は経ってはいるんですが、2016年にコミッションオンエビデンス v i ス e n c e b a s e d p o l という、まあ、EBPM の青写真を描く会議体が法律に基づいて作られている。 ということです。これは超党派の合意で作られているということです。で、じゃあこの、えっと、コミッションオンエビデンスベースポリシーメイキングというのが、まあ1年ぐらいかけて、えっと、報告書をまとめているんですが、えっと、彼らの報告書の概要をザザッと書いたのが、まあこちらになっています。で、大きく書けるとこの上の3つがですね、まあデータに関する項目になっています。で、 あの、政府はたくさんのデータを持っているんだけれども、そのデータの利用可能性を高めることと、プライバシーとか透明性を確保するために、両立するためにどういう仕組みが必要なのか、といったのようなことをですね、議論しているのがこの上の3点目になっています。でそのためにですね、えっと、NSDS と呼ばれるナショナルセキュアデータサービスという、まあ,あ、データのプライバシーを確保しながら、データの利用可能性を確保するような、まあ、あ取り、ものを作りなさいというようなことが一つ 提言されているのはこの上の3つ目の項目になっています。 で、もう一つ、これがまあデータなんですが、もう一つが政府のエビデンスづくりのキャパシティをちゃんと強化していきなさいということで、例えば各省に対してチーフエバリエーションオフィサーとかエバリエーションオフィサーと呼ばれるような EBPM の責任者を設置したい、しなさいとかですね、エビデンスづくりのための、まあ,あ、ラーニングアジェンダーとかっていったものを、これちょっとこの後後ほどもう少し詳しく説明しますけれども、いったものを作りなさいといったことがこの報告書の中で盛り込まれたということになります。で、 今日はちょっと特にご説明したのが一番最後のこのキャパシティ作りというのが、これがまあある意味アメリカの EBPM のえと法律の基盤になっていますので、ここをですね、もう少し丁寧に見ていきたいと思います。で、この Commission on Evidence-Based Policy Making が2017年に報告書を出して、えっと、2019年に成立したのが Evidence Act と呼ばれるものです。で、この Evidence Act、まあ、正式名称は The Foundation for EBPM Act of 2018と。 これなんでこっちが2018なのに成立が2019年なのかっていうのは、まあ、2018年に作られて成立したのが2019年っていうことなんですけれども、えっと、これはですね、各省に対して、えっと、 具体的には3つのことをですね、あのメインで要請していますで。1つは先ほどの報告書で書かれたことですけれども、エバリエーションオフィサーというのを任命しなさいと。各省で EBPM の責任者をちゃんと置きなさいというのが1つ目です。で、もう2つ目がですね、エビデンス構築計画文書、これ次に説明しますけれども、を作って公表して、そしてさらにまあそのエビデンス構築計画に従ってエビデンスを作っていきなさいということを明示しているのが2つ目です。で、3つ目がですね、 エビデンス構築活動のためのキャパシティアセスメントですね。例えば人が足りているのか、データが足りているのか、予算が足りているのか、そういったことをきちんとやりなさいということを求めたのがこのエビデンスアクトになっています。ただ、エビデンスアクト自体には EBPM の予算は紐づいてなくて、予算自体は各省がそれぞれ別の、それぞれのやり方でやっていくということを義務づけているのがエビデンスアクトになります。 これがまあ、あの、アメリカの EBPM の基本を今作っているんですけれども、エビデンス構築計画文書が特にこの中で重要なんですが、それはちょっと次のスライドでご説明します。その前にですね、このエビデンスアクトを、が、まあ今各省でこれに基づいて EBPM は進められるわけですけれども、それを、えっと、真ん中でコーディネーションしたりとか、ガイダンスを出したりとかしているのが OMB、えっと、Office of Management and Budget、えっと、日本語だと行政管理予算局と呼ばれる ホワイトハウスにある組織の中にあるエビデンスチームと呼ばれる組織になりますで。エビデンスチーム自体とても小さい余命ぐらいの組織なんですが、まあ皆さんこの EBPM の専門家、その博士号とか修士号を持っているような専門家がいるんですが、まあ彼らがやっていることっていうのは、エビデンス構築計画に基づいて各省が EBPM やるときにはこうやりなさいよっていうガイダンスを出すとか、技術的サポートをするとか、もしくは各省で上がってきた課題を吸い上げて次の解決につなげていく。各省でやっているベストプラクティスを吸い上げて横展開する。 そういうようなことをですね、担っているのが、この OMB の、えー、ホワイトハウス OMB のエビデンスティームということになります。これがまあ全体管理しているということですね。で、じゃあ各省がやっている中でとても大きな活動が、このエビデンス構築計画文書の策定公表ということになるんですが、これはまあ何なのかというのをちょっと次のスライドでご説明したいと思います。で これはですね、横軸は時間ですね。まあ年だと思っていただければいいんですが、縦軸はエビデンスの質とか量とかということになります。で、えっと、ここのですね、赤い点は何かっていうと、まあ今、例えば t 年ですね。ここに今私たちがいるとしたときに、政策立案上知りたいことっていうのは何かありますよね。例えば、何、うん、ですかね。まあ、あー、 子供たちにオンラインで学習を促すときに、より良いオンライン学習のあり方を知りたいみたいなのが、こエビデンスの需要になるわけですね。ニーズになるわけです。それがこの赤の点で書いてあることなわけですね。で一方で、 じゃ現在のエビデンスで分かっていることっていうのは、この青い点で示されている供給なわけですね。だから、例えばそのオンライン学習っていうので、どうやったらいいかっていうのを知りたいって言ったときに、例えばでも、じゃオンライン学習の中でも、なんか、オンデマンドだとあまりうまくいかないとか、逆に、あの、えー、同時配信のリアルタイムな、こう、えー、やり取り、インタラクティブなやり取りがあったりするとうまくいくみたいなことが、例えば既存の研究で分かっているとしたら、それがまあ、供給なわけですね。ただ、えっ、ー、と、往々にしてここにはギャップがあって、 政策立案上知りたいことが既存のエビデンスで100点満点に答えが出ているということはないので、当然そこにギャップが生まれるということになってきます。で、えっと、エビデンス、えっと、このエビデンスアクトで求めているのは、このエビデンスの構築の計画文書を作ることなんですが、何を求めているかというと、このまずギャップを明らかにした上で、それをえっと数年間、まあ基本点は4年間なんですけども、4年間かけて、 はい、解消していくための計画を作ってください。これがエビデンス構築計画なんですね。で、エビデンス構築計画っていうのは主に2つあって、1つはラーニングアジェンダというもので、もう1つはえっと年間評価計画、アニュアルエバリエーションプランと呼ばれるものなんですが、ラーニングアジェンダっていうのは、まあ、要は4年計画ですね。中期計画、エビデンス構築の中期計画で、それを 単年度の計画に落とし込んだものが年間評価計画ということになっています。なので、その、まあ、当然、えっと、政策立案上知りたいことと分からないこと、知っていることに間に差があるので、これを未来に向かって具体的にデータを集めたり分析したりすることによって解消して、政策立案に役立つ情報を生み出していこうっていうのがですね、このエビデンスコーチ計画が各省に求めているということになります。で、 これがまあエビデンスアクトの大きな立て付け、あの基本的な概要になっています。で、加えてですね、もう一つ重要な点が、先ほどですね、ちょっとこっちのスライド戻るんですけども、 90年代頃から先に入ってきていた政策のど真ん中に入っていたのは GPRA とか GPRAMA で求められている業績マネジメントの仕組みですね。つまり政府としてもしくは省庁としてこういうところが優先目標です。でその優先目標っていうのはアウトカムとかで指標で言うとこういうもので、でそれって何年後にはこれぐらい達成したいみたいなことを規定するのがこの業績マネジメントの法律である GPRA とか GPRAMA なわけですけれども、実はこの GPRA とか GPRAMA M&A とエビデンスファクトというのはまあこうつ因になってるわけですね。でどういうことかというと左側がまあこれ GPRM&A のえっと枠組みなんですけれども、最初にこれちょっと細かいことはあまり気にしなくていいんですが、まあストラテジックプランという。 各省庁のミッションを達成するために作っている中期計画があるわけですね。で、この中期計画の中で目標が決まっていたりとか、アウトカムとかインパクトが設定されているとか、まあ短期的なこの、えー、とプライオリティゴール、優先目標みたいなものが設定されているんですが、その、このストラテジックプランっていうのがあるんですが、これが基本的に4年間の計画になったわけですね。つまり政府として各省庁としてこんなゴールを目指してこうやっていこうということを、まあ中期計画でまとめた、まあ、行政機マネ マネジメントのの中期計画書というのがあるわけです、すこの業績マネジメントの中期計画書、4年計画書の対になるものとして、エビデンスアクト上のラーニングアジェンダというのができていると。つまり、政府が4年間を1サイクルとしてこう政策を回していくわけです、政策を推進していくわけですが、その同じタイミングで、えっと、じゃあ、この4年後の段階で、どういうエビデンスをどういうふうに作っていくのか、そしてそれが、 この、ストラテジックプランで決められたゴールとかクエスションと、まあ、整合的な形で問いを立てて、で、そのゴールや、えー、ゴールに寄与するようなエビデンスを、ラーニングアジェンダとか、アニュアレヴバレーションプランの中で作っていくという形になっています。なので、まあ、政策、なんていうんですかね、えっ、ー、と、政府の全体、もしくは省庁全体の優先なゴールとか目標っていうのが、 この1つもう1つ、GPRAMA という法律の中で作られていてで、その4年間かけた計画と対になる形で、じゃあ同じようなタイミングで、同じような目標を達成するために、エビデンスをどう作っていくかというのを、えっと、まとめているのが、このエビデンスアクトの枠組み。なので、この2つがこうれ連動しながら動いているというのが、アメリカの e b p m の基本的な枠組みということになっています。 で、これがまあ、えっと、章を超えた全体の枠組みなんですけれども、えっと、ここからちょっとお話ししたいのは、じゃあ、各章の中で、具体的にどんな人が、どんな活動をしているのかというのをですね、と次にちょっと見ていきたいと思います。で、これはもういろんな章があって、いっぱい、あの、うまくいってる章ってたくさんあるんですけども、ここではちょっとですね、えっと、労働省ですね、ちょっとこいつまで書き漏らしてるかもしれないけど、労働省の、えっと、チーフエバリエーションオフィス、まあ、e、EBPM 部局ですね、の話をしたいというふうに思います。 で、えっと、まあ、このチーフエヴァレーションオフィスというのは、このエビデンスアクトができる前から作られて、労働省の場合は作られていたんですけれども、 えっと、彼らがですね、まあ、あの、どういうことをやっているかというと、まあ、各省の、あの、省の中で結構バラバラに行われた評価の戦略とかエビデンス構築のやり方っていうのを、省全体で、まあ、整合性を持たせながら、あこう、文化として定着させていくっていうことをですね、えっと、目指し、司令塔機能、EBPM の司令塔機能、EBPM 自体は昔からこう、ポツポツと行われていたんですが、それを労働省全体で取りまとめる機関としてできたのがチーフエバレーションオフィスということになります。で じゃあどんな人が、まあ、チーフエブレーションオフィス自体はこのおかん、えっと、省内の予算の一部があーチーフエブレーションオフィスの予算として割り当てる形になっているんですがどんな人がいるかというとです、ねえっと、チーフエブレーションオフィスには大体20人弱くらいのスタッフが今いるんですけれども、まあ、大体半分弱くらいが、えっと、政策分析とか統計学とか経済学といった EBPM に関連する分野の、まあ、博士号取得者で、まあ、その他のスタッフがまあ基本的には まあその同様の関連分野の修士号保有者みたいな人たちがいると。で、その人たちはど、どんなくらい、どういう感じで仕事してるかっていうと、基本的にはですね、かなりこう、えっと、ポジションに、同じポジションに長くいて、10年とか15年ぐらいですね、えっと、長く働いている人もたくさんいるっていう組織になっています。 で、で、なんで、えっと、こんなですね、えっと、スタッフが、まあ、充実しているかという話なんですけれども、えっと、労働省ではですね、まあ、そもそも外注もたくさん使いながら、エビデンス構築をしてるんですけれども、えっと、ちゃんと外注するためには、いい使用書が書けなきゃいけないし、えー、調査研究の管理をするためには、えー、こちら側、つまり労働省側にも分析の知識がある人がいないといけないので、 そういう分析の専門家を中に置いて、外に発注するときの発注の仕方、発注管理みたいなことをですね、やっているというのが一つになります。もう一つは、これは先ほど申し上げたように、えっと、エビデンス構築計画文書というのを、えっと、エビデンスアクト上求めているわけですね。それがまあ、ここになるわけですけれども、これってどう作ってるかというと、えっと、各政策部局がいるわけですね、省の中には。その、そこの各省の政策部局に行って、 どういうことがあなたにとって重要なとと答えを出すべき問いなのかということをですね、えっと、担当の過失とか現場とコミュニケーションをしながら明らかにして初めてこれがエビデンスの需要だってことが明らかになるわけですね。つまりエビデンスの需要って、まあ当然政策の各政策の個別の担当者っていうのは EBPM の専門家ではないですし、データ分析の専門家ではないので、 その何が疑問かっていうことすら、実はまあ始めるだけでは分からないことが多いわけですが、それを、まあ、チーフエヴァレーションオフィスのような EBPN 部局がコミュニケーションをしながら明らかにするというのが、この実はラーニングアジェンダでとても求められる重要なミッションなわけです。で、これ自体は、とても、なんていうんですかね、ふわっとした状態から始まるわけですね。 まず、その現場に行って、どんなこと困ってますかってことを聞きながら、このエビデンスの需要を明らかにしていくわけですけれども、それはですね、やっぱりなかなかこう、害虫が難しいということで、 中に、えっと、こういった EBPM の専門家を確保しているというのが、この、えー、アメリカの労働省、もしくは大体同じ各省、他の省も同じことやってるんですけども、やっているということになってます。なので、まあ、エビデンスを作るときに外部の研究機関とかシンクタンクの力を使うので、そこに対してエビデンスを適切に供給してもらうための、まあ、管理をするで。中に対しては、エビデンス、どういうことが分かれば、皆さんの政策立案のために役に立つのかということのニーズを引き出す。そのニーズと供給を、まあ 結びつける役割がここののチーフエヴァレーフレションオフィスの機能とということになっていますで、じゃあ具体的にエビデンスコーチ計画文書、具体的にはこうラーニングアジェンダと呼ばれるようなものの中で、まあ、どんなことが入ってるかっていうのが、ちょっとこれザザッと書いてるのがここです。これ全部じゃなくて、これ抜き書きでしかないんですけれども、例えば、 えっと、障害を持つ人がきちんと公平にプログラムに参加できているのかどうかとかですね。えっと、女性がまあ育休を取った後にきちんとその職場に復帰できているのか、その時の障害は何なのかとかですね。あとは、コロナの後に、その遠隔での就業訓 学習とか職業訓練みたいなものが、どれぐらい良かったのか悪かったのかとかですね。こんなようなことが問いになってくるんですね。で、こういうのが、政策立案上の、要はエビデンスの需要になってくるわけです。この問いのところがですね。で、この問いを答えるために、じゃあ、どんな手法でどれぐらいの期間をかけて、どういう分析をしていくかっていうのを、まあ、エビデンスコーチ計画文書、ラーニングアジェンダとしてまとめる。これをですね、まあ、チーフエヴァレーションオフィスがやっているということになっています。 えなので、まあ、エビデンスの需要を、まあ、現場の役に立つエビデンスって何なのかってことを引き出して、えー、それを、ま、研究とかリサーチができるような問いや計画に落とし込んで、それを回していく。でそして、回すときは外部、外部の機関の力を借りていく。まあ、そんなようなことをやっているのが、ま、チークエバリエーションオフィスということになります。 で、もう一つ、その、この先ほど申し上げたように、このチークエバレーションオフィスというのは、20人ぐらいの、まあ、かなりの政策分析の専門家たちが集まっているんですけれども、えっと、アメリカの、まあ、e、EBPM を考えるときに、まあ、一つ重要なのは、まさにこうした、まあ、公務員のキャリア形成とか、えっと、移動のあり方っていうのが、実は結構重要なポイントかなと思っています。で まあ日本の場合、まあいろんな省庁もいますし、議官の方もいらっしゃるんでいろんなパターンがあると思うんですが、基本的にはこういろんな部署をこう2年3年で移動しながら、まあキャリアをステップアップしていくっていうのはですね、大体よくある、えっと、日本のえっと公務員のキャリア形成のパターンかなと思うんですが、えっと、イギリスあ、アメリカの場合ですね、その職業公務員ですね、あの上にいる政治人用者はちょっと一旦置いとくと、その、司法長官とか、えっと、なんかその、えっと、長官補とかですね、副長官とか、そういうのはちょっと一旦置いといた、いわゆる職業公務員の話なんですけど、 職業公務員は基本的ににジョブ型なので、例えばその、まあ私 EBPM の仕事したいんですっていうふうになればですね、まずその EBPM に関連するような学位を取った後に、その関連部署でまず働くわけですね。で、ここで働いたら、えっと、基本的にその、えっと、なんか希望しない限りはずっと移動せずにここで働き続けるんですけれども、 えっと、まあ、こう、技能が上がっていくとか、例えば学位を、今、もともと修士取って入ってたけど、博士をその後取ったとかってなると、より上のポストにアプライできるようになるので、そうすると今度公募で空席が出れば、そこに応募するみたいなことになって、今度は移動したり、昇進したりしていくと。でただその時も、 基本的には、その、同じ、えっと、専門性の中で、例えば、ABPM なら EBPM という専門性の中でステップアップしていく。だから、場合によっては、省庁を超えた移動をすることはあるけれども、やる仕事はかなり同じような仕事をやり続ける。場合によっては、 途中で民間に出たり、民間から戻ったり、みたいなことをやりながらですね、えー、そのジョブとして、こう、キャリアラダーを上がっていくっていうのがですね、まあ、EBPM 人材のキャリア形成ということになっています。で、この辺りも実はですね、これ日本のその、えー、EBPM と、まあ、これ実はイギリスも去年同じような仕組みだと思うんですけれども、イギリスの、イギリスもしくはアメリカの EBPM の、インプリメンテーションを考えるときには、まあ、とても結構考えなきゃいけない重要な点なのかなというふうに感じています。 ということで、ちょっと非常に掛け足ではあったんですけれども、イギリスの EBPM の基本的な話と直近のエヴァレーションタスクフォースをはじめとした政策の,この真ん中のところに EBPM 的要素を入れていくという話。で、アメリカについては90年代以降の大きな流れとエビデンスアクトに基づくエビデンスーチ計画、そして各省でどんなことが行われているかということをザザッとですね、ご説明をさせていただきました。 で、残りちょっと10分ぐらい残り時間があるかと思いますので、ここからですね、えっと、最後はですね、ちょっとこう日米の比較をしながら、 えっと、日米、日英米ですね。日英米の比較をしながら、まあ、日本の EBPM の現在地と今後の方向性というのをですね、少しちょっと私なりに考えていきたいなと思います。これは多分異論反論がたくさんあると思いますので、えっ、ー、と、この後もしくはパネルディスカッションだったりしすぎだったり、いろいろいただければというふうに思います。で、まずですね、その、 日米 A の EBPM を比較する前に、ちょっとその比較の枠組みというのをですね、一つちょっと出してみたいなと思います。で、これはですね、えっと、カナダのマクマスター大学というところがえっと整理しているエビデンスサポートシステムと呼ばれる枠組みを、ちょっと私なりに日本の文脈に合わせて書き直したものになっています。で、このエビデンスサポートシステムっていうのは何かというと、まあ、えっと、このカナダのマクマスター大学が 世界中のこの EBPM に関わる人たちにインタビューをしたりとかする、えっ、ー、と、そういったことを通じて、な、どうやったら EBPM が機能するのかという条件を、ま、整理した、あ、枠組みがこのエビデンスサポートシステム。つまり、こういう条件が整えば、政府やの中で、エビデンスに基づく政策形成や意思決定が、ま、できるようになっていくよねっていう枠、ことを枠組みとして整理したものを、私が若干、えっ、ー、と、日本の文脈に合うように変えたものになっています。 でこれ大きく分けるとです、ね、3つのパートに分かれています。で一番上の,この赤いパートというのはエビデンスの需要主体になります。で エビデンスの需要主体で、まず、えっと、その EBPM が回るためには、どんなことが起きてなければいけないかというと、例えば、国民が EBPM を求めるとかですね、政治家が EBPM を求めるとかですね、まあ、例えば、総理がやれというとか、骨太方針で言うとかですね、こういうようなことが、まず、その、えー、あるわけですね。で、加えて、それが、例えば、その法律になるとか、実際に予算として、えー、EBPM が、 に、インセンティブ付けされるみたいなことがですね、起こると。で、こういうことを通じて、エビデンスの需要がこう喚起されていくわけですね。で、同時に、例えばエビデンスの文化とか例えばエビ、エビデンスに基づいてやらなきゃいけないよねとか、そのエビデンスに基づいてやると政策良くなるから、まあ、よりやりがいが,いが出るよね、みたいなですね。こうした、まあ、内発的動機が高まっていくということも、エビデンスの需要を促進する。 効果がありますで加えて、まあ、例えばその、まあ、さっきのエバリエーションタスクフォースイギリスのように、もう予算有給のど真ん中に EBPM 的要素を入れ込むことによって、まあ、ある意味、インセンティブ付けする、外発的動機にこう働きかけることもあれば、まあ、あとはこの行政間のエビデンスに対するリテラシーを高める、こういうことを通じて、エビデンスの需要をこう喚起していくということがまず大事だというのが、このエビデンスサポートシステムのが整理していることになります。 次にですね、下側を見ていきたいんです,んですが、下側で書いているのは、このエビデンスの供給主体になっています。例えば、まあ、エビデンスといったときに、その人によって定義はいろいろあるわけですが、広く捉えれば、 因果推論みたいなものもあれば、実装研究みたいなものもあれば、データ分析、モデリング、費用対効果、エビデンスのシンセサイズ、統合、まあ、インタビューみたいな訂正分析、もいろんな形でのこうリサーチのエビデンスっていうのはあるわけですね。とか、まあ、さらには、その、それを分野別にまとめたエビデンスとか、教育分野のエビデンスとか、社会サービスのエビデンス、気候変動のエビデンスとかっていうのがこうあるわけですね。で、これがまあ、供給したいわけです。 でここは、まあ、例えば、イメージで言えば、リエイティみたいなところが一つ供給主体になるかもしれませんし、コンサルティングファームとか、大学とかっていうところが、まあ、なるかもしれないし、国際機関みたいなところが、このエビデンスの供給主体に今なり得るわけですね。っていうことになってます。で、これがと、これもなければ、当然、エビデンスが出てこなければ、エビデンスに基づく意思決定なんかができないわけなので、供給ができてないといけない。需要と供給がこうあるわけですけども、えっと、この真ん中にあるのは、えっと、この緑で書いているところが、 エビデンスの需要を引き出して優先順位付きするメカニズムというのはこの上に書いていますで。これ何をやってるかというと、まあ、エビデンスの需要が高まった時にですね、 とはいえ、じゃあ、どういうことがエビデンスが、どういうエビデンスが必要なんですかとか、今分かってないエビデンス何なんですかとかっていうことをですね、引き出して優先順位するメカニズムがないといけないというのが、ここで言ってるこの真ん中、緑の上の方の要素になります。加えて、下にあるのが、エビデンスの供給の調整メカニズムなんですけれども、 えっと、仮にこういうエビデンスが知りたいと思ったとしても、その知りたいエビデン知りたいことにマッチしたエビデンスが供給されているかどうかはわからないわけですね。もしくは、 すでに世界にはあるんだけど、それが分かりやすい形で編集されて、政策立案者の役に立つ形に届いてない可能性があるわけです。なので、供給側も調整しなきゃいけないわけですね。だから、エビデンスの需要側って供給があるんだけれども、需要側が何やりたいのかを引き出して、こういうことが重要だよねということを引き出すことと、その引き出したことを供給側と結びつけるこの調整メカニズムが機能して、初めて、この EBPM 的な意思決定や、まあ、あの、 判断ができてくるんだというのがこのエビデンスサポートシステムの資産になります。で、ちょっとなぜこれを説明したかというと、この枠組みに沿って、ちょっとその A、B、日が何をやってきているのかというのを、これは私の非常に独断と偏見が入っているかもしれませんので、あの、異論反応はたくさんあると思うんですが、整理したのはこれです。で、先ほど申し上げたこの赤、緑、青でそれぞれ分けています。エビデンスの需要。 供給、そしてその間にある、えー、受給の調整メカニズムということで書いています。さらに、ここも私の独断の偏見で書いてるんですが、この、えっ、ー、と、え、米、日の取り組みを、まあ、信号みたいな形で、ブルーが、ま、比較的、ま、進展が進んでるかなっていうもの。えー イエローが黄色信号で、まあ真ん中ぐらいまで行ってるかな。で、赤がちょっと進みが遅いかなっていうことを書いています。で、えっと、このちょっと英米の話はもう今日いっぱい説明したのであまり細かくは書かないんですが、例えばイギリスで言えば ETF、エヴァレーションタスクフォースというのを作ることによって、この需要の働きかけ、つまりちゃんとエビデンス、EVVM ちゃんとやれよというようなことをですね、まあ結構働きかけていたりとか、逆にこのワットワークセンターみたいなものが政策立案に役立つエビデンスを作りなさいねというようなことを促すことによって、 このエビデンスを作るような。 ところも強化しているとで。同時に、この調整メカニズムのところについては、まあ、例えば分析ファンクションの人たちが、エビデンスをまあ政府の中で捕らえたりとか、まあ、ETF 側が、まあ、エビデンスを、まあ、あの、引き出すようなことをやっているということで、まあ、イギリスは引くけこの需要のところを結構強めに、えっと、ちゃ,ちゃんとやれよと。予算要求のところにきちんと EBP m 入れるよっていうようなことをですね、まあ、強めにやっているのがイギリス。で、まあ、この真ん中ら辺もまあまあまあやっているっていうのはイギリスかなと思っています。 で、アメリカは、えっと、予算とのその、ここまでの連動みたいなことはやってないんですが、 小党派の合意とか大統領令とか法律がある中で、まあ EBPM が、まあこの需要が喚起されているという側面があり、で供給側は大学とかシンクタかがたくさんあるわけですが、この間の受給の調整メカニズムは、先ほどの労働省で言えばチーフエイバリエーションオフィスみたいなところが、えー、エビデンス構築計画を作る過程で需要を引き出し、さらに調整メカニズムとの、の供給側の調,との調整として、えー、外注するときに内部の専門家が外注する。そんなことをやっているということで、まあ結構まあ、 まあ、ある程度、このバランスよく進んでるのかな、というふうに思っています。で、じゃあ、日本の課題は何なのかというと、これもちょっと非常に独断と偏見なんですが、え例えば、総理の指示とか、骨太とか、そういう形、もしくは行政事業レビューへの EBPM の組み込みといった形で、ある程度、こう、需要をちゃんと EBPM やろうねってことは、まあ、緩やかながら進んできているのかな、というふうに思っています。で、加えてですね、例えば、リエティさんのような機関とか、大学とかですね、まあ、ある程度、このエビデンスを供給する側の、まあ、供給したい、まあまあ、いるのかな、というふうに思っています。 でただですね、ちょっとこれ、なかなか違う、これ書けなかった、もしかは知らないだけかもしれませんけども、この真ん中のですね、この需給の調整メカニズムとか、もしくはその文化の情勢みたいなところは、意外とここがまあ日本では弱いところなんじゃないか。つまり、需要と供給はまあまああるんだけど、ここの調整がうまく働いてないっていうのが、まあ、この A、B、日を比較したときにまあ見えてくる点なのかなというふうに思っています。 で、その結果、どんなことが起きているかっていうと、まあ、これも公表されているものがあんまりないので、ちょっとこの法務省さんの資料を引用させてもらってるんですけども、まあ、e、EBPM といったときに、まあ、例えば、あの、他の政策評価とか行政事業レビューと重複しちゃってるとか、メリットがないとか、負担ないばかりだとか、まあ、ロジックモデルが単なる作業化してしまっているみたいなですね。まあ、こういうことに、まあ、ちょっとなっていることの一因は、もしかしたらそういった調整メカニズムの不足なのかもしれないなというふうに感じています。 で,で、その上でですね、えっと、じゃあ日本でこれから、このえ、どんなことやっていくか。この左側がちょっと今やってることだとすれ,すればですね、この右側がちょっと私があの少し書いた今後の方向性の仮の案ですけれども、えっと、この赤いところがまあ特にまあ重要かなというふうに思っているところではあるんですが、多分一番重要なのは先ほど申し上げたこの真ん中のところの機能をどうやって、ちょっとこれ5字が若干あって恐縮なんですけども、えっと、作っていくかというのがまあ日本での一番の課題かなと思っています。つまり、 ebpm が結局その政策現場の役に立たない限りは別にあんまりやる意味がないわけですよね。なので、政策現場に役に立つエビデンスって何なのか、そういった需要をまあうまく引き出していく。例えばそれがまあアメリカの真似をするならそのエビデンス構築結構を作るということもいいんですけども、その名前とか進め方はともかくとして、 必要、と需要をやっぱりちゃんと引き出していくということと、その引き出した需要に応えられるように供給側を調整していくと。それも、例えば、まああの、内部の専門家があ外部と連携しながらあ、こういうエビデンスを出してくれといったことを、ちゃんと研究者にも分かるような、研究者が実行できるような形に、まあ、業務内容を、えー、ちゃんと噛み砕いて、えー、調整していくっていう機能が、まず第一に必要なのかなというふうに思っています。それ以外で言えば、例えば、イギリスでは、えーえーと 公共サービス合意。アメリカでは GPRAMA という形で、業績マネジメントの仕組みがまず基本として入っているっていうところも、まあ、EBPM がウオーオクではとても重要で、なぜかというと、まあ、業績マネジメントがある程度ちゃんと入るということは、政策を改善しなきゃいけないという、まあ、あ、後押しというか、まあ、インセンティブ付けが緩やかに行われているということなので、まあ、それがなければ結局政策を良くしようという、まあ、インセンティブにもならないので、まあ、そういった需要を同時にやっぱ高めるような仕組みというのが必要なのかなというふうに思っています。で多分この辺り を実現するためには、えっとまあイギリスやアメリカの例を見てて、私が感じるのはかなりこう中にある程度こう。専門家をえ持っていくっていうことをまちょっとずつ増やしていくってことがま必要なのかなというふうに感じていますえ、ちょっとですね。時間も限られてきてしまったので。ちょっとこれはあのえっと。なんか質問とか出たら後でご説明したいと思いますが、最後ちょっとまとめにえっと入っていきたいと思います。で。 えっと、まずですね、まとめの1としてはですね、まあ、英米では、e、ま、EBPM が、ま、多角的に進展しているなと、一つの取り組みというのは、いろんな形で進んでいる。まあ、イギリスでは、エバレーションタスクフォースとかですね、えー、分析ファンクションといったものが、え、それぞれ作られているとかですね、アメリカでは、業績マネジメントの、え、制度化が行われ、EB、エビデンスアクトができ、それが、ま、有機的に連合連動しながら、エビデンス構築が図られている。で、内部の専門家が、エビデンスに対する需要の喚起や供給強化を担っているということ 英米ともにですね、まあ、ケイパビリティを高めながら、あーエビデンスの EBPM を進めているというのが、まああの、私なりの理解かなというふうに思っています。で、日本の課題はですね、まあ、エビデンスに対する需要の喚起と、まあ、需給調整メカニズム、まあ、特に需給調整メカニズムかなというふうに感じてまして、えっとまあ、先ほどの需要の関係のところで言えば、まあ、業績マネジメントがきちんとできていないとか、まあ、EBPM をやっていとか、 た、やっても得しないみたいなところがあれば、それは当然出てこないので、まあ EBPM をやることが、まあ各省、各行政官にとってメリットがあるような形に、まあちょっとずつこう緩やかに需要を喚起していくってことも大事なのかなと。で、特に重要なのがこの受給の調整メカニズム。まあこれがまあ欠けてしまっているっていうのが大きいのかなというふうに考えています。 で、じゃあ今後の方向性としてどんなことがあるかというと、えっと、さっきまとめたところを少し飛ばしたところも含まれてますけれども、えっと、予算編成プロセスとか法律において、まあ、e、EBPM を求めていくっていうようなことも一つ必要ですし、まあ、業績マネジメントを、えっと、きちんと入れていくってことも一つあるかなと思いますが、えっと、これだけだとですね、非常に、まあ、て言うんですかね、アメと無知で言えば、無知を結構強化するような形になると。で無知の強化は、まあ、アメリカでもイギリスでも結構、その、慎重にやろうというのが、まあ、私が聞いている限りでは、かなりコンセプト なっていますので、えっと、その無知の一本槍ではだめでその内発的動機への働きかけとかケーパビリティの構築というのはやっぱ同時にやっていかないと、まあ、行,行政官として EBP もやる気が非常になくなると。 いうことになるのかなと思っています。でそのためには、政策立案者のニーズに寄り添って、えっと、そのエビデンスとかリサーチとか評価とか分析というものを通じて政策がどう改善できるかということをまあ実現していくことと、まあ、それをやっぱりやるためにはですね、ある程度こう中に専門家をに、えー、置いていくということが、いずれにせよ不可欠になっていくのかなと。まあ、中への置き方、いろんなパターンがあると思いますので、まあ、それはですね、ちょっと日本の行政、もしくは各省の事情に合わせながらまあ考えていく点なのかなというふうに思います。えー、ちょっとあの、 バラバラ喋ってしまって恐縮です。でも一旦、私からは以上でございます。はい、小林さん、ありがとうございます。えー、っと、多数の質問をいただいておりますので。えー 私の方で、あで最初に質問された方からあのいくつかまとめて、えー、なるだけ多種類の質問を拾いたいと思いますのであの小林さんあの、ブリーフに一つずつお答えいただけると助かります。えっと、一番最初に、ね、EBPM について因果推論の手法が適用しやすい労働とか医療というのは分かるんだけれどもと産業政策や国防といったそのいわゆる因果推論的手法がなじみづらい分野についてもアメリカやイギリスでは EBPM やってますかという質問があります。 おっしゃるとおり、えっと、因果推論ということについて言えば、やりやすいところや,やりにくいところがあって、例えばアメリカで話を聞いていても、e、EBTM が進んでいる省庁と言われると、まあ、保健福祉省とか、労働省とか、教育省というところはやっぱり上がってきます、で一方で、まあ、例えばエネルギーとか、えっと、国防とかってなると、それはなかなかっていうふうになりますので、それはまあ当然そうなのかなと思います。 ただ、えっと、イギリスにしろアメリカにしろエ、エビデンスっていうのは、てかもしくは EBPM の枠組みでやってることっていうのは、必ずしも因果推論には全然とどまってなくて、えっと、データ分析だったりとか、場合にインタビューみたいなものも含めて、えー、政策立案の改善につなげていますので、まあ、そういう意味では、あの、どこもやっているということだとは思います。 ありがとうございます、えっと、専門職やちょっとビジネスケースの具体例の話はあのいくつか質問が来ているので、ちょっと後で、えー、まとめてあのご質問をさせていただきたいと思います。えっと、次にです、ね、今の流れにちょうど沿っているので、えー、政策的評価については事後的な検証も重要だが事前評価も重要だと思うとアメリカやイギリスで事前評価がどのくらい重視されているかについて知りたい、またその実施例みたいなものをご存知であれば、えー、ということでございますがいかがでございましょう。はい まずですね、えっと、イギリスについて言えば、えっと、そもそも、あの、元ともとイギリスで入っていた枠組みは、グリーンブックというのが、まあ、えー、事前評価、自己評価の枠組みなんですけども、えっと、より重視しているのは事前評価なんですよね、グリーンブックは。なので、自己評価とか、ある意味政策の効果検証っていうのがあまり今までは行われてきてなかったので、それが、まあ、ETF の活動として入ってきたということなので、まあ、そういう意味では、むしろイギリスは、まあ、事前評価を、まあ、かなり重視してきたということなのかなというふうに思っています。 はいありがとうございますえっと、後ろの方の問いですけれども、まああの、もう一つぐらいあったと思いますけれども、要は政権交代とか、ないしは、まあ、北陸新幹線の例が出てましたけど、はいまあ、EBPM とその、えー、政策じゃあ、政治的なレベルでの,そのストラテジーの変更等の関係について、英米では、まあ、特にアメリカとか政権交代でバシッと180度変わるので、そのあたりどうしてますかというご質問が来てます。 はい。えっとですね、あの、せいまあ今、今年今、まあ多分大統領選挙2024年がありますよね。で、大統領就任するのは2025ですよね。で、次の、えっと、その、GPRAMA 上の、 ストラテジックプランができるのが,、えっと、今が20 26年の初めなんですねでそこから4年間の計画ということになってで、えっと、ラーニングアジェンダもそれと同じでそこから4年間の計画ということになりますなので、えっと、だから政権ができて1年間ぐらいは、えっと、現場の公務員と、えー、このストラテジックプランを作っていく時間になわけですねでそこが新しい政権で作られる、えー、新しいストラテジックプランということなんです で、そこに当然新しい、これが重要だとかっていうエビデンスの構築プランが入っていくという形になるので、それが政権交代によって影響していくということになります。で、えっと、で、ただこれは、えっと、現場で、じゃあそれによってこう政権交代によって EBPM のやってることがなんか全然こう違う方向に行ったりすることってあるのかっていうふうにまあ聞いたらですね、まあ確かにそれはもちろんいっぱいあるんだけれども、 各省として重要なことを、例えば、まあ、なんていうかね、労働者の賃金を上げていこうとか、失業率を下げていこう、労働者で言えばですね、そういったことっていうのは、別に省が変わっ政権が変わってもですね、変わらないので、まあ、やっぱり変わらないこともたくさんあるっていうのことを、まあ、指摘として受けています。でもう一つ、えっとえー、やっぱりアメリカだとホワイトハウスの力がまあとても大きいわけですけれども、ホワイトハウスがやっぱりいろんな形でこうガイダンスというものがこう発出されるわけですね。でやっぱりそれを通じて えっと政策がやっぱ動いていくということがありますので、まあ、そこは当然ですね、えっと、大統領というかまああの政権が変われば政策の方針は変わっていくとただまあラーニングアジェンダとかこの行あのストラテジックプランというのがこの4年間の計画としてこう作られているので,でそれがまあなんかもうガラポンで全然違うものになるということにはまあ基本的にはならないというふうにあの聞いております 分析専門家、まあ、これ、特に政府の中で、えー、育成も含めてです、ね、いくつか質問をいただいているので、まあ、あの日本の場合には、まあ、少ないというか、英米の場合、えーた、たくさんいて、中にいますというお話だったんですけれども、そのあたりについてはいかがでございましょう。 日本でもある程度は政府内に分析専門職を抱えるべきだと、まあ、あの労働省の例でアメリカのえとかイギリスの例でも具体的にお話しいただきましたけどその際日本でやろうとした時に課題になるものは何だと思いますかとあの分,分析人材を抱えて育成していくというえ観点から。あの キャリアパスはあの例えば米国の例は先ほどご説明いただきましたけど日本でやろうとした時に、まあ、これはすみませんあの行政間の,あのシステムの問題なのでなかなかお,お答えづらいかもしれませんけど少なくとも英米と比較して日本の政府を見ていた場合その、まあ、分析の専門職およびそういうセクションが調整をできるようになるためには何が足りない。 かとまあ、すみません、ちょっと意訳をすると、そういう質問だと理解しますけれど,も、はいどえっと、ちょっと私も非、えっと答えるのは、答えがあるわけ、明確な答えがあるわけじゃないんですけれども、結局、まあえっと、分析の専門家っていうのは、そのジョブ型の職員っていうことになるわけですね、そのジョブディスクリプションに基づいて、えっと、こういうスキルや経験や、まあ、学位みたいなものがある人をこう公募して、えー、政府の内外から人を取るっていうことをやってるわけですけれども、 で結局まあそれって何て言うんですかね、まあ、多分そのジョブ型の職員をまあ何ていうかある意味ではメンバーシップ型である組織の中に入れる時の難しさっていうのが多分その発生するっていうことなんだと思います。ちょっと私も、えっと、この労,働労務管理とか雇用管理の専門家ではないのでそれが具体的に何なのかっていうのが、えっと、ちゃんとまとえた形では言えないんですけどそういうものがそもそも両立可能なのかどうかとか。 公務員制度のなんか骨格を変えなきゃいけないのか、変えなくてもジョブ型みたいなものが、横付け、外付け、ハードィスクみたいなもので付けられるのかどうかとかっていうのは、ちょっと正直私はちゃんと検討できていないので、まあ、その辺がおそらく課題になるのかなというふうに思いますありがとうございます、えっと。残りの時間を使っていくつかあの似たような質問が来ているのであの、いわゆる 評価をする流度とかですね、えー、について、まあ、特に英米でどのくらいの,あの事業の塊で評価をしているのかとあのご質問の中には県でやるときにはどのくらいの流度がいいんですかみたいな具体的なご質問も入ってますけれども、まあ、それ以前にあの具体的なその 一つの事例もしあればあの、まあ、これはすみませんちょっともう時間残り使っちゃって結構なのでえもしくは米もしくは両方であの具体的に1個の塊がどのくらいかとあのプレゼン中ではイギリスだと100いくつとか500とかそういう数が出てましたけど1個が大体どのくらいの行政範囲というか政策課題の範囲をカバーしているかと。 まあ、アメリカでラーニングアジェンダを作ってやるとしても例えばこういう範囲で作るとか多分それが分かると、まあ、あのどの塊で EBPM をやっているかというのが分かりやすいのかなということでご質問が来てるようです、えっと、ラーニングアジェンダを見ている限りでは、えっと、政策の塊でやっているよりはと問いの塊だと思うんです。よねううつまりその えっと、より良い雇用を実現するためみたいなのがなんか例えばあってその中に例えばそのなんかそのマイノリティの人の就業機会を上げていくとか高卒とか、まあ、その学歴が必ずしも高くないような方々を新しいこうセクターや教育訓練をしながらマッチングしていくみたいなそ,そういうのがこう具体的なクエスチョンとして上がってきているのであまりこうなんか政策の束っていうよりはクエスチョンの幅で なんていうか、まあ、なんていうか、クエスチョンのまとまりとして、あの、ラーニングアジェンダの個別の分析のテーマが、えっ、ー、と、決まっているっていうふうになんか、私には見えています。ちょっともしかしたら、そこまでちゃんと現場が、私も中で働いているわけではないので、えっと、わからないところはあるんですけれども、基本的には、いから,発,しられて発せられているのが、まあ、ラーニングアジェンダの少なくとも作り方かなっていうふうに思います。で えっと、エバあのイギリスの方について言うと、えっと、これは結構なんか日本でいうとこの事業とか施策ぐらいの単位で、えー、というかもうビジネスケースが基本的にはその単位で作られているので、えっと、そういった単位で、えー、作られているんだというふうに理解しています。でそのちゃんと説明ししきれれていいななかかったかももですけども ま、予算要求書が、こう、ビジネスケースとして上がってきて、で、それが財務省に出されるわけですね。で、その財務省に出されてきたものを、エバレーションタスクフォースが、これってちゃんと既存のエビデンスに裏付けられてるのかな、とか、必要であれば評価をや,やろうね、ってことを提案するわけですけど、その提案したやつが、各省と、えっと、財務省の間で、その、セトルメントって呼ばれる、まあ、なていうかね、合意条件みたいなものを結ぶんですよね。 で、そのセトルメント、だから、その評価をちゃんとやるといったことを条件として支出を出すってことをやるわけですけれども、その、えっと、そこ自体は、基本的にビジネスケースの単位で行われているはずなので、でビジネスケースっていうのは、事業のビジネスケースと施策のビジネスケース、これ、施策っていうのは、まあ、複数の事業を束ねたものの、ビジネスケースの両方があるというふうに理解しているので、まあ、それぐらいの、えっと、単位で、 評価を求めたり、評価計画づくりを求めたりしているというふうに理解しています。ありがとうございます。あのやっぱりどうしてもこの、えー、特に先ほどランニングアジェンダで言われたようなあの問いの塊でってやると、複数の政策がそこに紐づいてしまうのと、はい、まあこれあのさ先ほどあのイギリスでもアメリカの例でもありましたけれども、要は。 あの施策以外の効果で、えー、と目標が達成されちゃったり達成されなかったりっていうケースがあってあの施策の評価として見ると,、えー、とどうしてもそのなんていうか外的要因の変動っていうのは無,無視できない場合によってはそちらの方がよっぽど大きいとでももちろん例えば不景気になったから、まあ、例えばあのさっきのマイノリティの雇用もなかなかアウトカムが。 あの上がらなかったと目標期間中だけども、政策の上がりすればもっと悪くなったかもしれない。っていうのは多分政策を打つ側の。 あ,のある種目的なはずでまあ,あのそういう意味でこれ常に EBPM の,あの、まあ、これちょっと後半の実務のところでも出てくると思いますけれども何ていうか実施をするところでは常にそういう悩みというのがやっぱりあってでもう一つはそのあのご質問にもいくつかあった流度というかですねやっぱりあのどの程度の大きさなのかというのがすごくあの関心があるので、まあ、これはあの あれですかねまた論文とか DP とかお書きになるときにケースみたいなものは書いて公表される予定ってありますかもしくは5本とか書かれる予定ありますかあそうですねあの、皆さんのイメージしてるほどまでできてるか分かんないんですけれども、あのできるだけ具体的なものは、手持ちであるものは入れようと、思ってますただ、今、杉浦さんがおっしゃったほどのものになってるかはちょっと分かんないですけれども。 はい、ありがとうございますあとあのすいません、えーと、バラバラとですねちょっとまとめにくいあの質問が来ているので、じゃあ、すいません、これ、一番最後のやつがまたあの今までとあのガラッとあの変わっているので、えー、じゃあ、ちょっとこれを最後の、はいえー、質問に、えー、させてください。e b p m の受給調整メーカーゼミについて、ですね医療分野の EBM でいうところのクリニカルクエスチョンをリサーチクエスチョンに落とし込む作業みたいなイメージなのかと。 これはもっと専門的なクリスプ d m でいうところのビジネスの理解からデータの理解を結びつける作業でしょうかってあの、えー、その分野の,あのテクニカルタームが出ちゃってるんですけどあのその前のいわゆるクリニカルクエスチョンをリサーチクエスチョンに落とし込むところなのかという質問についてはすみませんこれもともと EBPM が EBM の方から来ているので、はい、EBM のご専門家の方からのご質問だと思いますけれどもそういうご質問が来てますけれども小林さんのご理解はいかがでございましょうか。 えっと、正直言って、私も EBM からいろいろなことを学んではいるんですけど、EBM のことをちゃんと100%理解できている自信がないのですが、えっと、基本的にはあのそういう理解でいいのかなと思ってまして、結局、政策担当者が、えっと、持っている疑問を、えー、研究として答えられる形の疑問に、クエスチョンに作り替り返るというのが、まああのー ラーニングアジェンダやエビデンス構築計画でやっていることなので、えっとちょっとその理解で私の今の EBM の理解が正しければその通りだと思います。ありがとうございます。あのちょっとまだまだ他にも質問をいただいてるんですが、ちょっとお時間の関係で本日はここまでにさせていただきたいと思います。えー、小林さんありがとうございました。本当に大変試さに富む、こうこうえっとあと質疑応答ありがとうございました、えーえーとあと。ありがとうございました。